こんにちは、ウェブデザイナーのナミです。今回はフォトショップの描画モードの解説パート3です。今回は少し特徴のあるこちらの6つの描画モードをまとめていきます。オーバーレイ、ソフトライト、ハードライト、リニアライト、ビビットライト、ピンライト、この6つは合成元のレイヤーが明るい位置と暗い位置で処理を分ける描画モードです。全体的に似たような処理と思われがちなこの6パターンですが、うまく使うとフォトショップでできることがぐっと広がります。それでは早速フォトショップでやっていきます。オーバーレイ。オーバーレイは下のレイヤーが 50% グレーより暗い場合、上残 50% グレーより明るい場合はスクリーンをかけてさらに鮮やかさをプラスします。使い方としてはデザイン的な使い方が多くなります。こちらの画像に対してデザイン的に仕上げたいときにオーバーレイでレインボーのグラデーションをかけると、こういった感じに統一感の持った映画のジャケットっぽい仕上がりになります。さらに白テキストをオーバーレイで配置すると、一定のコントラストで可読性を保ちつつ鮮やかさを失わずに配置できるため、デザインを邪魔しない加工としておすすめです。ソフトライト。ソフトライトは下のレイヤーが 50% グレーより暗い場合は焼き込みカラー、明るい場合は温焼きカラーになります。使い方としては、暗い色にはコントラストの強い発色、明るい色にはコントラストの弱い発色といった感じで自然に色のレスペするように市場に向いているため、モノクロ写真への色のせをしてカラーレタッチすることが得意な描画モードになります。この画像も元画像は白黒の写真ですが、ソフトライトで色付けをすることによってもともとカラーの画像かのように加工しています。こちらは他動画で詳しくご紹介していますので、よければそちらも参考にしてみてください。ハードライト。ハードライトはオーバーレイと似て 50% グレーより暗いと上残、明るいとスクリーンです。それプラスさらに明るさと鮮やかさをプラスしてライトを直接当てたかのような色合いを表現します。使い方としては写真やイラストに華やかさをつけるために使用できます。こちらの写真に対してハードライトを重ねることで、こういった内側から発光しているような人物に仕上げることができます。こちらの加工ではぼかしてハードライトを重ねて、さらに白飛びや黒つぶれする箇所に部分的にマスクをかけて仕上げていますが、ハードライトを使うことでこういったライトを当てたような華やかさをプラスするということが可能です。ちなみにこの効果をグロー効果と呼んで、イラストなどでもよく使われる手法です。リニアライト。リニアライトとはソフトライトと似ていて、 50% グレーより明るいものは温焼きリニア、暗いものは焼き込みリニアといった感じで、ソフトライトと比べてコントラストが少し弱く一定の明暗をつける加工となります。こちらの使い方としては面白く使える加工として、画像のレタッチに使うことができます。リニアライトは一定のコントラストを保つ特性があるので、ぼかしとハイパスを併用することでくっきりする部分とぼかし部分を簡単に調節できます。画像全体にぼかしを加えてリニアライトで一定のシャープさを入れると、部分的にぼかしをかけられるようになるといった感じですね。その結果、広範囲のそばかすなど手動でぼかす部分をきれいに調整でき、レタッチを上手に適用することができます。言葉だけだと伝わりづらいと思いますので、実際の加工作業を動画にしていますので、よければそちらも見てみて参考にしてみてください。ビビットライト。ビビットライトはこちらもリニアライトと同様に、焼き込みと温焼きカラーを明るさごとにかぶせる効果となります。名前通り鮮やかにライトを当てたような感じに加工することができるため、こちらの画像にビビットライトをプラスすると、こういったドラマチックで荘厳な印象の画像を作成することができます。こちらは同じ画像をビビットライトのレイヤーでかぶせています。部分的に白飛び黒つぶれした感じになりがちなので、
不透明度やマスクを調整して使うと理想とする加工に近づいていくと思います。ピンライト。ピンライトは紹介した5つの描画モードとは少し経路が違います。 50% グレーを規定として、さらに明るい色や暗い色を配置しても変換されません。一言で言うと鮮やかな部分を強調といった感じです。こちらも使い方を見ていきましょう。使い方としては、変換されない範囲が多いため、一部に鮮やかなものがある写真に画像を重ねて使うと、こんな感じで鮮やかな部分にスポットが当たり、印象的でアーティスティックな画像が作成できます。広告などでよくあるクリエイティブを手軽に作成することができます。こちらの画像では通常レイヤーを透明度薄めに配置し、その上にピンライトで配置して髪や鼻の部分を強めて見せています。さらに顔部分は部分的にマスクをかけて通常レイヤーで配置して調整しています。ビフォーアフター、こんな感じでピンライトを活用することでクリエイティブ性の高い画像を作成するのに便利な機能といえます。いかがでしたか？今回紹介したものは全体的に似たような加工に見えるのですが、使い方などのポイントで軽く特徴を理解しておくと、ちょっとした加工の時にも役立ちます。さて、今回は描画モードの第3回をシェアしていきました。次回は1回から3回で説明しきれなかった少し特殊な描画モードについて解説していこうと思います。近日中に公開しますので、公開前まではぜひチャンネル登録をしてお待ちください。このチャンネルでは Photoshop や Web デザインについて使い方などを分かりやすくシェアしています。少しでもためになるな、面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。またコメントも気軽にしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。